前回ですね、私側弯症のメディカルチェックを、ね、していただいたんですけれども、実は隠れ側弯症だった側弯症の方がご自身で治していける方法を伝授していただこうかなというふうに思っております。はい、皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。じゃん、今日もですね、スペシャルゲストに来ていただいてます。今日も側弯症のスペシャリスト、理学療法士の古田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、私今埼玉県和光市というところで、側弯症の専門治療院を経営しております、理学療法士の古田博之と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。古田さんはね、理学療法士の中でもかなり信頼できる仲間なので、ぜひですね、皆さんもチェックしていただければと思います。そして実は前回ですね、私側弯症のメディカルチェックをねしていただいたんですけれども、側弯症にね縁がないなと思ってたら、実は隠れ側弯症だったっていう ね、 そうですね、新事実が分かったので、今日はですね、隠れ側弯症ないしは側弯症の方がご自身で治していける方法をスペシャリストにですね伝授していただこうかなというふうに思っております。はい、まだそのセルフチェックの方法をチェックされてない方は、上にですね概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらを確認してからですね、この動画にもう一度戻ってきていただければと思います。それでは古田さん、早速よろしくお願いいたします。そしたらまずはですね、このような形でリラックスした状態で仰向けに寝ていただきます。この状態でまず息を大きく吸ってみてください。はい、はい、ああいいですね。このように大きく深呼吸をして、どこまで吸えるかとか吸いやすさっていうことをちょっと意識して、何回かちょっと吸ったり吐いたりしながら、今の呼吸の吸いやすさを覚えておいてください。はい、はい、どれぐらいこう吸えるかみたいなところですね。そうですね、自分がどれだけ吸えるかっていうところをちょっと覚えておいていただいてですね、ちょっと吸ったり吐いたりしながら解説すると、この息を吸ったり吐いたりする筋肉っていうのは横隔膜って言って、この人間の中の一番深いところにある筋肉で動いてるんですけども、その側弯っていう背骨自体の歪みっていうのを、こうストレッチとかトレーニングでもちろん改善することもできるんですけども、深い芯にある筋肉をしっかり使わせてあげることによって、中からちゃんと治していくっていうことをコンセプトに、この呼吸を使って側弯症を自力で修正するっていうことを今回お伝えしていきます。面白そう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら今この寝たままで何回か吸ったり吐いたりしていただいてるんですけど、はいはい、この吸いやすさ覚えておいてください、はい、そしたらですね、まず右手をバンザイしてください。ほう、これ上げるだけ。あ、そうですそうです、はいはいはい、でこれでただバンザイするだけなんですけど、これでもう一回吸ったり吐いたりするんですが、吸いやすいか吸いにくいかでちょっと教えていただきます。なるほど、はい、この状態で息を吸います、ね、そうですそうですそうです。なるほど、おどうでしょう。かなり入りやすい感覚ありますね、最後の伸びしろが。うん、いいですね、うんうんうん、はい、こうやってこう息を大きく吸った時に、最後の吸えるマックスがより深く吸える感じが、ただバンザイするだけなんですけど、うん、出たりするんですよね。ただこれじゃ左手はどうかっていうことで、じゃ今度反対。ああ、なるほど、はい、ただね、手を上げたら吸いやすくなるってパターンもありますもんね。そうですね、お願いします。あれどうでしょうか。全然違う、右の方が入りやすいですね、はい、右の方が入りやすいですね。これは人によってそれぞれ違いますので、皆さんもやっていただいて、右手をバンザイしているとき、左手をバンザイしているとき、どっちの方が呼吸が吸いやすくなるかということを、感じながら、で、息の吸いやすい方を見つけてあげてください。はい、そうすると今、右手の方が。右の方が吸いやすかったですね。そうですね。じゃあこの状態で今度は、じゃあ首だけ右向いてもらっていいですか。こっちがですね。はい、そうです。で、これで大きく吸ってみましょう。入りやすいですね、うん、よりこう深く呼吸ができるようになるかと思います。つまり横隔膜がすごくこうしっかりと収縮して、横隔膜が働きやすくなっている状態ですね。じゃあこれ逆に言うと左向いてもらっていいですか。逆苦しいちょっと吸いにくさがこんなに顕著に変わるんですか。はい、まあ、ちょっと吸いにくい感じがあるので、はいはいはい、なので右手をバンザイして右を向いた状態で息を大きく吸ったり吐いたりしていただくだけで、はい、これだけですか。 OK です。はい、そうです。これでもうこのまま吸ったり吐いたり、もう1分間ぐらいで大丈夫なので。マジっすか。はい、大きく息を吸ったり吐いたりしてみてください。呼吸って人間って1日にどれぐらいするか皆さん聞いたことありますか。
大体約2万回から3万回ぐらいだっていうふうに言われてるんですね。まあ、その1日にする呼吸の中ってすごいいっぱいあるんですけども、その場所のたったの1分間でいいんで、このようにしっかりと芯まで吸える呼吸っていうのを意識してやっていただければと思います。それだけでもすごく横隔膜の力が入ることによって中から背骨を矯正してくれるので、無理のない力で矯正されます。よくバキバキとかってやるイメージありますけど、あそこまでする必要もなくて、しっかり自分の自発的な呼吸でちゃんと背骨は歪みが取れるので、ぜひですねやってみてください。で、この時腹式呼吸をした方がいいですかとか、胸式がいいですかって聞かれるんですけど、吸いやすい方で構いません。無理に腹式呼吸を意識しなくてもいいので、腹式呼吸が苦手な方は胸式呼吸でやっていただければいいですし、腹式呼吸が得意な方は腹式呼吸でやっていただければと思います。これは呼吸は長い方がやっぱりいいですか、はい、そうですね、なるべく大きく吸って最後まで吐くということを意識していただいて、はい、胃の中にいっぱい空気を送り込むイメージですね。はい、ね、といった形で、え、こんなんで変わるんですか。そうですね、結構これで、すごい楽になって背骨の歪みが取れるって方も結構いらっしゃいますので、はいはいはい、そうなんだ、はい、なので僕はいつもその側腕症でお悩みの方をお客様にいっぱい見させていただいてるんですけども、うん、これは必ずお伝えするようにします。あ、そうなんですね、はい、ただ人によって全然バラバラなので、うんうん、その人によって全然違うので、うん、なので定義というか答えがないですよね、うんうん、なのでその人に、その人の体が答えなので、その人の体にしっかり合った呼吸を僕はお伝えして、で呼吸の仕方でしっかりとブレスワークで体の歪みを取るっていうことをコンセプトにさせていただいております。なるほどですね、ちょっと起きてみて一回チェックしてみますか、はいはい、あ、でもだいぶ、あ、いいですか、今ちょっとこれでハーフカットでいきましょうか。ほら大丈夫そうですね。いや、これもうほんとやらせなしでやばい。これでもう全然、うん、さっき1センチぐらい左の方が隙間あったと思うんですけど、そうですね、指1本ありましたもんね、はい、っていう形ですごい左右差がなくなるというのが、その側腕が原因でねじれてると骨盤の左右差も出てきて、はいはいはい、で簡単に言うとちょっと骨盤がこう極端にこういう風になってるようなイメージなんですけど、これが要は背骨の歪みとかから始まってて、で起きてるのを面白 い形ですね、はい、なんかこう側腕のイメージってやっぱりさっきもおっしゃってたんですけど、結構自力でバキバキとか、はいはいはい、こうなってるからこっち側でグーって近づけましょうねみたいな、はいはいはい、っていうのが結構多かったイメージなんですけど、そうですね、一般的には簡単じゃないですか。そうなんですよ、まあ、難しく考えないことがやっぱり一番大事で、はい、一番その吸いやすい状態を探してあげて、その無理のない力で体を矯正してあげる方がとても優しいですし、側腕症でお悩みになられてる方結構大人の方も非常に多いんですけど、うんうん、大人から子供までできますので、あ、はい、そうですね、これ1分続けていくと、はい、だんだんそれが定着してて、はい、通常の生活でも綺麗な呼吸になっていくっていうイメージでいいですか。そうです、そうです、はい、やっぱ積み重ねですね。あ、それは積み重ねですね。やっぱりね、はい、本当は1日2万から3万回している呼吸っていうのがやっぱ価値あるものにしていくっていうの、そうですね、ための1分間のエクササイズとして、はい、ぜひ皆さん取り入れてみてください。はい、はい、でもしちょっとこれでこうやり方がもう分かんないなとかっていう風な方は、はい、先生の方の YouTube の中でもいろんな動画を紹介していただいてるんですかね。はい、はい、なのでぜひ遊びに来てください。そうですね、ぜひ分かんない方は他にもいろんなメソッドがあるんですよね。あ、そうですね、はい、今日紹介してない内容とかも実は YouTube で上げてくださってるので、ぜひチェックをしてみてください。そして本当にね、側腕症なかなか治んないよっていうので本当困っている方は先生の治療の方に行っていただけるとですね、本当に僕の信頼している理学療法士の仲間なので、ぜひですね自分の体と向き合って本当にいい人生をね送っていただきたいなというふうに思っております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。2回にわたり古田さんにね来ていただいて、はい、側腕症のセルフチェックと改善につながるセルフエクササイズをご紹介していただきました。はい、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。